赤眼もしくは毒眼は片側の目そのものや視力を失った身体障害の状態を言う。病気の内因のほか、事故や戦闘中の負傷など外因、危険による先天的な要因の場合もある。外因により視力を失った際、多くは反対側の目にも失明を及ぼすため、片目を喪失したもののうちで赤眼となるのは多数ではない。目が失われたために義眼を入れたり、 眼帯などで隠し、自らの遺言の故事を兼ねることがある。石とは体になっているものの片方を数えるときに用いる助数子である。未人口、背面から、頭頂部に一つの目を持つ。現実の石眼の人物は、正常な位置にある二眼のうち一眼が,が失明しているケースがほとんどである。片目失明の原因は、 先天性であることは少なく、病気や外傷など後天性の原因が主である。他に、両目失明の後、片目だけ治療するケースもある。神話状のサイクロプスなどのような、顔の中心線上に一つの目を持つケースもなくはないが、単眼症という重度の先天障害であり、死残傘もなくば、生後間もなく死亡する。一つ目の動物は、大型動物では、奇形以外では見られないが、 微ンコなど一部のプランクトンが中心線上に一つの目を持つ。ただしこれらは肉眼では確認困難なため神話伝承とは無関係と思われる。なお微ンコは大きな副眼のもとにごく小さな単眼を持つため厳密には目が上下に二つあることになる。日本の障害者認定制度では片目失明というだけでは視覚障害者認定はされない。 ただし実際には、多眼にも障害があること、多眼に過度の負担がかかることが多く、その場合はそれに応じた認定がされる。最も軽い6級の認定条件は、一眼の視力が0.02以下、多眼の視力が0.6以下で、両目の視力の輪が0.2以上である。6級より上の認定条件はすべて、両目の視力のにこやか両目視野が基準になっている。 運転免許証の取得条件は、普通自動車については、健常者とほとんど違いがなく、固めの視力が0.3未満なら、多眼の視力が0.7以上で、視野が150度以上が必要となる。ただし、大型、第2手等は取得できない。眼球を摘出したか眼球が萎縮した場合は、義眼が使われることが多い。視力を回復する機能はなく、あくまで萎縮した、眼球。 眼下の保護や美容目的である。まぶたなどの周辺組織も失われたときは、義眼床手術も必要になる。義眼を入れても、完全に自然な外眼にすることは難しいため、義眼を入れた上で、さらに眼帯、サングラス、ガーゼなどを併用する人も多い。眼帯などは、義眼を使っていなくても、美容上問題のある場合にも使われる。ヤンジシカの肖像が眼帯をしたモーシェダヤン。 ここでは何らかの著名性、または重要性があると思われる石眼の著名人を列挙する。石眼と言われているだけで実際にはそうではなかった人物や石眼でなかった可能性のある人物も含む。なお、漢字文化圏において石眼と関連性の高い病という語があるが、片目が極端に小さいことを意味するほか、写紙のように石眼に該当しない、 別の古儀も複数あるため、この語が、史書等に記されていることのみで事実認定されているわけではなく、事実認定されるものではない。顔の中央に一つ目のある例。歌川豊国が、大昔歌物像師の妖怪。紀元前二世紀のキュクロープス像。世界中に伝わる神話や伝説、民話の中には、非常に赤眼の登場人物、継承が多い。 赤眼なのは人間に限らず、神々や怪物は、もちろんのこと、蛇や竜であったり、魚や飼わであることもある。赤眼は、時義的には、本来二つあるべき目のうちの片方が失われたか、または存在しない、左右非対称な形状であるが、一部においては、顔の真ん中に一つだけ目が存在すると表現される、こともある。また、 石岩という言語的イメージだけ伝承されていてそれが具体的にどのような視覚的イメージを表彰しているのかについての共通理解がないことも多い。石岩の継承は場合によっては体のその他の部分も片方だけしかないことがある。例えば、スコットランドの山の巨人、ファハンは石岩、石岩、一本足であり、こうした継承はアフリカ、中央アジア、 東、アジア、オセアニア、南北、アメリカなど、非常に広大な範囲で伝承されている。文化人類学者のロドニー・ニーダムはこれらをまとめて、片側人間と呼んだ。このような複合的な継承のうち特に多いのは、石岩と一本足の組み合わせである。なぜこうした継承が石岩なのかについて、神話はそれぞれに異なった説明を与えている。 北欧神話の神オーディンが赤眼なのは、知恵を得るために片目を見ミるミの泉に捧げたからである。日本の民間伝承に登場する、片目の神は、何らかのミスによって、片方の目が負傷したから赤眼であり、そのためその神の聖域である池に住む魚も、片方しか目がない。しかしこのような説明がある存在は多くはない。学術的な観点からもいくつかの説が唱えられている。 日本だけに限れば、柳国庭は、もともと神に捧げるべき生贄の人間が、逃亡しないように片目を傷つけていたのが神格と、同一視されるようになったのが原因であると考えた。谷川健一は、石岩の伝承がある地域と古代の火事場の分布が、重なることに着目した。たたら場で働く人々は、片目で炎を見続けるため、老年になると、片方が見えなくなる。また、 不意合を片方の足だけで踏み続けるから片足がなえる。古代は人間でも神々と同一視されていたため、タヌヤの神がこのような姿をしているということになった。そしてこれらの神々は霊落して妖怪になった。赤松圭介の見解もこれに近い。しかしどちらにしても日本列島という狭い地域を越えて広大な分布を持つ、 石岩一本足の継承を説明することはできない。ネリー・ナウマンは、ユーラシア大陸の様々な文化やアステカ神話に見られる石岩一本足の継承を検討し、それらが少なくとも金属機時代以前に遡るものであることを指摘した。石岩の継承は、雨マや風、火などの自然現象に関係することが多いというので、ある。一般的には、 タイヤの神と石岩との関連は、日本とギリシアに例があるのみである。ただし片足あるいは足内はそれよりも少し広い、分布を見せている。西アフリカや北欧の伝説では、カジヤは小人であるとされており、むしろ広い意味での、体の完全性の欠如に要因を求めるべきだとする、説もある。日本とドイツの種族を比較したエスラビクは、 古代に存在した若者戦士秘密結社の儀式が一般人に知られた結果、赤眼を含めた欠如という継承を生み出したと推測した。また、松岡聖号のように、より大きな意味での弱さからこれらを考察する人も多い。北欧神話が所属するインドヨーロッパ語族の伝承については、ジョルジュ・デュメジルが彼の三機能仮説における第一機能との関連を主張した。 明確な理由は不明だが、第一機能のうち一方は、片目がなく、もう一方は、片腕がない、というものである。つまり、石腕並びに一本足が、この場合では、石腕、石腕の組み合わせになっている。例えばオーディンは、片目がないが、テュールは片腕がない。古代ローマの伝説的歴史では、ポルセンナと戦ったホラティウス・コクレスは片目であり。 スカエワラは片腕を焼かれて失う。ケルト神話のカミルーは戦時中片目だけを開き、一本足で戦士たちを鼓舞したが、ヌアザは戦争中片腕を切断された。ケルトの事例については、ジャガンとの関連が強いことから、戦闘時の呪術に関係するものだという説も提出されている。他にもデュメジルは石岩と石岩に類するものとして、 インド神話の神サビトリとバガの例を挙げている。ある重要な祭祀においてサビトリは両腕を失い、バガは両目を失う。もっともデュメジルは、インドの例においては、呪術、司法の二項対立と、目と腕との関係が逆転しているとして不信がっている。他にも石眼は、断魂の象徴であるとする説。 太陽の象徴であるとする説など多くの仮説が存在するが、いずれも決定的なものではない。先述のロドニー・ニーダムは、片側人間の分布が広すぎることから考えて、これは人間の心理における一つの元型であると唱えた。ただし小松和彦は、ニーダムの仮説を安易に心理学に頼りすぎているとして知り添けている。日本民族で固めの動物としては、 魚、特に船の説話が多く語られる。宮崎県の妻神社のみたらしの池の魚は、この花咲くや姫命の玉の紐が落ち、船の目を貫き、固めになったという。では金沢のクリア川の川ハゼは、後三年の役の時、鎌倉影政が傷ついた目をここで洗ったので、そこに住む川ハゼは菅目であるという。武蔵野島の清山寺門外の池に住む、 片目の魚は、延命地蔵が、茶畑で傷ついた目をそこで洗ったからであるという。阿波福村の池に住む、片目の船、恋その他は、月林表部が、池の主のおろちの左目を言ったためであるという。伊予の山越えでは、片めの船を焼き、工房大師に出すと、哀れに思い、小川に放つと、蘇生し、固めの船となり泳ぎ去ったという。 名古屋の闇森の池の固め船は、怒りの呪いになるという。備前、備中、備後、泉の魚、越前、越中、越後、伊勢の魚別、摂津、越前、越中、越後の船、上野、三正のうなぎ、貝、とう海の土壌などにも固めのものがある。固めの蛇の説はも、少なくない。佐渡金北山の蛇は、純徳天皇行幸以来固めであり、 大江では、干ばつの時に水喧嘩を救うために、片目の娘が川の穴に飛び込んで邪体溶かして、その因縁で、片目の恋がいるという。うごの梶じか、しなのモミマサカのいもり、みまのかもなどは、片目絶話がある。高見結び陣が、天の真一つの陣を、作金者に定めてから、御霊神社の祭神、みたらしの池の魚、池の主は片目で、池の主は、 人との交渉が多かったオロチであった。伊勢に一目竜、日後に一目八万があり、山の神、雷神は固めである。一目の妖怪は、山城痩村の山木、土佐の山神有名な一つ目小像がある。自然科学的な分析編目魚の起源について、柳田国尾は信仰上から意図的に固めを潰したものと解釈したが、 その伝承が池に結ぶつくことが多い天に青川に移ると元通りに治る伝承があることなどから窒素ガスを多量に含んだ地水に生息する魚がガス病で目が気泡状になったものを固めに捉えてしまったとする説が末広野草の片目魚において主張されているこの説から坂本和都氏も一つ目構造の現像製鉄関係紙の深刻化の構造と 考古学研究の視点マイナスにおいて、柳田説には疑わしい部分があるとし、一つ目小僧の起源は、天の真一つの陣という説は認めるものの、職業病によって、固め片足となったものが深刻化されたことについては賛成できないとしている。ありがとうございます。